サイドの練習です。まずは一番端のドット、そこに左足を合わせます。ちょっともうちょっと後ろかな。スタンスドットが5枚目に立ちます。左足を5枚目に合わせます。そして5枚目を投げます。5枚にして7枚目ぐらいをですね、投げていきますね。5枚に立ちます。それではディフェンダーでいきます。スピードを、あんまりこう横軸入れるよりも縦回転で縦目で拾う感じがいいですね。では上体のブレをできるだけなくしたいです。ここをちょっと注意しないといけないです。立ち位置は7枚目ぐらいに立ちます。バックスイングは少し後ろに流すかな。バックスイングでちょっとこうやってそのまんまスピード上げずに置く。ちょっと今力が入りましたね。力が入った分回転数がちょっと落ちて薄めになった感じですね。ディフェンダー割と首が柔らかい感じがします。当たった感じがストームのボールに近い。今のは打ちミスでした。まあまあこのコンディション若干打ちミス効くので、まあ、いいわけではないんです。そこはでも幅のあるところを使うというのがセオリーなので。
左手が前に見えるぐらいの感じ。